こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は埼玉県久喜市東武日光線南栗橋駅にやってきました。現在いる場所は新栃木日光方面3番4番線ホームです。2023年3月5日から7日にかけて東武鉄道で新しい特急車両が甲州走。名古屋地区で見てきましたが、東武鉄道 N100 系、2023年7月15日に運行開始される予定のスペーシア X。 この先新栃木方面に歩いてきますと、南栗橋車両管区という車両基地があります。約1ヶ月程度前に甲州走で到着していますので、7月15日運行開始に向け準備が行われていると聞いています。この後様子の方見に行こうと思ったのですが、どうやら遠くから N100 系見えてきました。試運転が行われているようです。遠くに見えていますが、現在停車中、時間調整が行われているようです。甲州走された車両は最初の編成 N101 編成6両と2番目の編成 N102 編成となります。どちらの編成が使用されるか詳細わかりません。もうしばらくすると出てくるようなので待ってみたいと思います。4番線に回送列車が参りますという放送が入りましてやってきました。ということで停車をしました。6号車を先頭にやってきまして、進行方向を変え新栃木方面に向かうんでしょうか。甲州走の際も見ましたが、本日は自走です。2号車の窓と反対側1号車の窓、とても特徴があり異なります。車体番号を見ますと N102-6 ということで、2編成目の N100 系です。今回初めて見るということで、とても不思議な感覚。この後出発するようなので、お見送りをしたいと思います。どこに向かったか詳細は分かりませんが、新栃木方面に向かったことは確かです。後続列車で追いかけてみたいと思います。今回南栗橋車両管区に行くのはやめまして、ちょうど東武宇都宮行きがやってきました。乗車します。栃木県に入りまして、栃木駅です。 JR 両毛線と接続している駅。ホームの様子を見ますと、1番線ホームにカメラを持った方がたくさんいらっしゃいます。新栃木方面からスペーシア X 通過するようなので、見ていきたいと思います。栃木駅といえば、通常特急列車は停車します。この後通過するということなので、試運転ならではの光景となるんではないでしょうか。Thank you.
ームで列車を待たれている方々、 N100 系が通過しまして、皆さん不思議な顔をしていました。そしてこちらはスペーシア X の停車駅表示、2023年7月15日運行開始と記載があります。南栗橋方面に通過をしてきました。この後試運転、どのような流れとなるかよくわかりませんが、別の駅でもう一度見れたらいいなと思っています。左の線路は両毛線となりますが、211系、高崎方面に向かう列車がやってきました。東武鉄道とは別のホームになります。結局新栃木に向かいまして、その先歩き車両基地、南栗橋車両管区新栃木出張所にやってきました。スペーシア X 確認することはできません。わざわざ来ましたが、車両自体をあまりうまく見ることができません。ということで新栃木戻りたいと思います。新栃木方面に向かって歩いています。奥が新栃木駅、どうやら N100 系スペーシア X がやってきました。少々駅に停車した後動き出しました。こちらにやってきます。南栗橋の駅では慌ただしくドタバタしましたが、間近で見ることができています。こちらは N102-1 ということで6号車個室の車両となります。独特の赤い表示でテストラン、試運転と確認することができます。コンパートメントスペーシア X、残念ながらブラインドが下がっていますので車内の様子を確認することはできません。しかし間近で見ますとピカピカ、とても綺麗な車両です。先頭1号車と6号車の窓は六角窓、中間車と異なりますのでさらに新鮮です。今回試運転を初めて見てきまして、トップナンバー101が使用されるのかなと思っていたところ102編成、しかしいずれ7月15日になりますと両編成特急列車として営業運行を開始します。2号車四角窓に対して1号車は六角窓です。反対側1号車の前面部分となります。公衆層、名古屋で見た際は前面に空からちゃんを確認することができましたが、本日はいないようです。ちらっと車内の様子確認することができましたが、土足厳禁という張り紙がしてありました。どちらにしてもこの先テストラン、試運転が重ねられまして、営業運行に備えるということです。先ほど1号車を先頭に到着しました。6号車は微灯だったわけですが、前照灯に変わりました。この場を使い進行方向を変え、南栗橋の方に戻るかと思います。もう間もなくしますと進行方向を変え出発、こちらにやってきそうな雰囲気、最後お見送りをしまして終了したいと思います。この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。地元住民の方や鉄道ファンが集まり、人だかりができています。
最後までご視聴ありがとうございました。